Hi, Diana. Hi, now. コロナウイルスが蔓延する前、私は世界中のエンジニアと一緒に開発してたんだよね。今は全部自分で頑張ろうとしてるけど、本当に大変なんだ。Yeah, and I think so many creatives have felt similar challenges this year, and that's what I love about this idea, is giving access to these younger creatives, to the people and the technologies that they need, when they need it the most. 私の映画を作る原動力は困難へのチャレンジです。はい。リボック12は、この未曾有の時代に映画監督たちが自分たちの物語を語る、そんな機会の場をサポートするプロジェクトです。コロナによって映画界がとてもなんかこう大きな被害を受けたってことを身をもって感じています。そうですね、まあ、今回の映画制作でのチャレンジ、まあ、いくつもあるんですけど、まあ、一つはまあ自分の映画に使った最新技術のバーチャルプロダクション、もう一つは4人の監督がいて一つのチームとしてお互いに協力をし合って映画を作るということ、このあたりが今までにない挑戦でしたかね。このプロジェクトに参加した時は全てがなんか夢のようで、緊張していたというのもあるし、やっぱ自分はもっと学ばないといけないなということも実感しました。コロナ禍の中でバーチャルプロダクションという最新技術を紹介していただいて、ロケ地を回らなくても一つの場所で多くのロケ地を撮影できるという最新技術を使ったのはこの状況下だからこそですね。11、12ぐらいのシーンが10分の映画の中に詰まってるということで、まあ、とても普通ロケをして3日間で撮り切るっていうのはなかなか不可能な作品だったので、テクノロジーが上田監督のやりたいことを解決してくれたのかなというふうに思ってます。今回の企画が私のような映像制作に興味がある方々が一歩を踏み出すようなきっかけとなったら嬉しいです。この映画を見た人たちが、自分も映画を作りたいと思ってほしいなと思います。技術の進化でこんなに表現の幅が広がるんだ。私も誰かと映画を作ってみたくなったな。 And what sort of movie would you make? 人とロボットが地上や海でも世界中で自然に共に生きる社会を描いた映画かな。I would absolutely watch that film. Diana はどんな映画作りたい? I would probably make an Afrofuturistic space film. 何それ? すごい面白そう。